ボンジュールごきげんよう。パクチー大好き羊の演劇部 VTuber、八木めいこです。今日はですね、映画、イエスタデイを見てきたので、そちらのお話をしますね。イエスタデイはね、ビートルズの曲名なんですけれど、ビートルズがいなかったらっていう仮定のね、イフのお話なんですね。で、昔ですね、川口海二さんの漫画の方で、ビートルズがね、いる世界に転生しちゃって、ビートルズより先に CD を出しちゃおう、新曲出しちゃおうっていうお話はあったんですけど、今回は転生ではなくて、ちょっとね、不思議なことが起きちゃって、目覚めたら、もう今のこの世界でビートルズがいた歴史が全部消えてしまったっていう過程のお話でした。でも自分はビートルズの曲を覚えてる。で、それを何気なく歌ったところみんなが、いい歌ねって、それをなんかもう発表するべきよみたいな感じになってしまったっていう話なんですけど、最初ね、なんかまあそのビートルズがいない世界になってしまって、その自分がリリースするって言った時、まあ、いないからね、じゃあ、俺がやっちゃおうぜみたいな、そんな感じなのかなってやっぱりちょっと思ってました。それで、なんかその新曲がもう全部ね、曲が使い果たしちゃって、それで、そこからどうするのかなっていう話なのかなって思ったんですけど、いや、全然、違うの、全く違うの。要するに主人公がめっちゃオタク、もうビートルズ大好きオタクなわけですよ。なので、その記憶にしかないちょっとね、歌詞とか微妙に忘れちゃってるところとかも、すっごい思い出して、なんか、やろうとするんですよ。それで、人に聞かせるときにね、なんか、ちょっと、聞く方の態度が、ちょっと、本やってくれみたいな感じだと、ちょっと、プチンってくるんですよ。こんなすごい崇高な曲を俺は発表しようとしてるんだぞっていう。もうそれはね、ビートルズが好きすぎて、曲をもうね、神化してるっていう感じのね、ファン心理がすっごいわかるの。それをね、なんかもう、はいはいみたいな感じでやられたり、あとね、自分がやっぱ売れてないミュージシャンだから、演奏してもこんなにいい曲なのに、俺がやることで全然もう誰も気に留めてくれないんだっていう、そのね、絶望感がね、すごいこの人いい人やんっていうね、のを常にこう出していて、好感持てるの。なんかね、利用しようとしてないの、全然。むしろ、俺しか覚えてないから、これは俺が残さないと誰がやるんだ、みたいな。でも正しく残せないっていうジレンマ？もうそれがね、本当に、あ、この人いい人やん。しかもね、ちょっと見た目もね、はっきりね、レコード会社の人にブサイクみたいな感じで言われちゃってんの。でも、なんかそれを、なんかまあ、うん、わかってるけど、っていう感じのね、ジレンマ？でも曲は本当にみんなに聴いてもらいたい。もう、俺しか覚えてないんだったら俺がみんなに伝えるっていう、そのね、気持ち一心だけでね、動いてるっていうのがね、すっごく好感持てたし、で、あと、エピソードとかもね、やっぱり結構、曲のエピソードとかもね、やっぱりみんな知ってる。知ってる人が見たら多分クススすってなる感じだと思います。私あんまり細かくごめんなさい。ビートルズはね、聞いてはいたんです。っていうのも、実は大好きだったアルフィーが、ビートルズ好きで結構ね、そこから、続いてるのもあったり、ライブでカバーとかしてたりね、ちょっとニュアンスつけたりとかっていうのがあったので、その影響で私も CD 買って曲は聞いてるんですよ。でもちょっとエピソードまでは知らなくて、でも、帰って見てみたら、なるほどなるほど、みたいな感じとかね。あとね、最後のね、曲のね、もう使い方とかがね、良かったですね。もう歌詞と含めたリンクしたね、エンディングになってるので、その辺はね、ぜひ見ておいてほしいかなって思います。あとね、そう、ビートルズだけじゃなくて、ビートルズに影響を受けた人たちも存在しないの。で、あげこの果てにはタバコとかコカ・コーラとかのね、ビートルズの歌詞の中に入ってくるものとかもなかったりするんですよ。てか、
とアルフィーも存在しなかったんだよ、その世界には。寂しいね。っていうのだからこそ、なんかビートルズに影響された音楽がないから、そういう感じの、なんか、ニュアンスを知らない人たちが初めてビートルズを聴いたっていう設定になってるので、もう、やっぱりもう最初、なんていい曲なのって、やっぱり、その時の感動、多分もう、本来私たち生まれてないけど、ビートルズが世に出てきた時、お、新鮮だって思ったのってこういう感じだったのかなみたいなのをちょっとね、疑似体験できて、楽しかったです。イエスタデイというね、ビートルズの。まあ、結構ね、いい人多くて。で、なんかでもやっぱりその、ビジネスだから、これはこうしなきゃいけないっていうジレンマ。もちろんありつつ、でもそれをね、すごい無理強いしないっていうのかな。なんかね、そんな話がビジネスライクな話になってんのに、なんかね、うさんくさかったり汚い感じがしないっていうのがね、この映画すごいなと思いましたね。今まで私はここにね、カーソルがあるのに気づきませんでした。そんだけね、なんかね、話すことに集中しちゃってたみたいです。ではでは、今回は映画イエスタ